とまずいろんなその選手の悩みを動画で送ってもらう。例えばシュート、パスとか、まあ、保護者の方とか友達の動画を撮ってもらって、それを僕たちに送ってもらう。でそれを僕たちインストラクターが、各インストラクターがいるので分析をして、僕たちインストラクターがデモをしてまた送ってあげる、何度も見れるようなサービスになる。これがムービングフットボール。もらった選手がフットサル選手になりたいって参ったな。ただやっぱりそこ特化した人じゃないとふさわしくないと思ったら、高谷コーチが該当してお願いをしたという形になる。その子はフォワードの選手だったんだけど、いい感じで受けるんだけど、その後の、まあ、ボールコントロールもったいない部分が結構いっぱいあったから、そこをこういうフェイントがいいかなとか、こうやってシュートまで行ったらいいかなとかいうのを、フェイントを交えながら動画で送り返したって感じかな。まあ、ボールの持ち方、相手との間合いとか角度とかタイミングとか、そういうのを細かくちょっと相手の足がどのくらい出てくるのかなっていうのとか、このタイミングでフェイントをしようとかを一応動画に分かりやすく俺なりには伝えたつもりなんだよね。ね、特徴を捉えてるね。いやすごいよね。俺もなんか見て、あそうだなって思う部分もあるし、新しい発見もあるし、あやっぱこの年代これ教えてもらえたらすごいなっていうのが、伝え方っていうのはすごく各インストラクターうまいなって、やっぱ分析がしっかりできてるっていうのはすごく感じてて、引き出せるっていうのはすごいね。ちょっと今回特別に、ご覧になって純平君のやつでしょ。あれすごい良かったよね。どうぞ。順平君のボレーシュートのフォームを見ました。しっかりボールの芯を捉え、気持ちよく足を触れているシュートがいくつか見れて、いいシュートフォームだなと思いました。気持ちよくシュートできた感覚を忘れないように、何十回何百回と練習したら、いい感じで気持ちよく何回も続けていいシュートが打てるようになるんじゃないかなと思いました。順平君は右足左足両方うまいなと思いました。まず自分が得意な足、得意な方の足のキックを完璧に、シュートできるように練習していった方がいいと思います。俺はもうおじさんであまりいいフォームでシュートを打てないけど、少しでも参考になればと思って、動画を送ります。これからちょっとヒントになるようなことをやっていきたいと思います。足を素早く振るコツとして、上半身をうまく使うように、上半身を意識してトレーニングしてみてください。上半身を使うトレーニングです。こんな感じです。大きく大きく上半身を使ってみてください。大きい。
ュートは打ちやすくなります。足が振りやすくなります。高ければ高いほど難しくなっていきます。足を振るのが難しいです。大きい。純平くんが一人の時、一人で練習したい時は、動画にもあった場所で一人でできると思います。網があるところで、2面の網があるところで、こんな感じでやってみたらどうですか。純平くん、こんにちは。今楽しくサッカーやれてますか？サッカーをやってる時、失敗したりうまくいかない時、カーッとなって不甲斐になって、自分をコントロールできないって聞きました。自分の失敗に怒ってカーッとなったり、イライラしたり悔しいという思いが出てくるっていうのはすごい大事なことだと思います。うまくなりたいっていうのが、そういう態度を見ることによって、伝わってきます。大事にしてほしいなと思います。自分に対して悔しい、クソーっていう思いは成長するために一番大事だと思います。その気持ちを、消さないように、周りの人から消されないように、強い気持ちを持って今まで通り思いっきりプレーして、思いっきり失敗してほしいなと思います。なんで失敗したか、どうしたらうまくいくのか、頭の中でいっぱいイメージを持って考えたり、練習で100回200回と気が済むまでトライして、自分の思い描くプレーに近づいていってください。ただ試合の時に失敗してずっと悔しくて、頭の中に失敗したことがずっと残っていたら、カッカしてふがふがなって、自分の体も硬くなったりして、動きが悪くなって失敗したりボールを失ったりします。俺はそんな感じで長いことプレーしてた感じです。だから失敗した時には、次は絶対決めてやるとか、絶対成功させてやると思うように頭の切り替えてやってました。できるだけ早く失敗したことから頭の中から話して、失敗したことを頭の中から話す、次は決めるっていうのをこう声に出したり、頭の中で繰り返し唱えるように言い聞かせて、何回も何回もこうトライしていったら、いつの間にか失敗してもすぐに切り替えられるようになってました。ある選手は失敗したらすぐに頭の中を宇宙に持ってって、すぐ切り替えてるって言ってました。失敗からすぐに切り替えて次のプレーに備えるやり方はいろいろあると思います。純平くんもいろんな切り替え方試してみて、自分で考えてみて、早い切り替えができるようにチャレンジしてみてください。頑張ってください。そう、もう本当にインストラクターも日本サッカーのレジェンドだし、フットサルの方もやっぱりフットサルのレジェンドが集まってくれて、やっぱ成果を知った人が集まってくれたので、うん、まあトータルフットボールじゃないですけど、両方ね、どっちでもいけるような選手を育成したいなと思って、うん、フットサルでもサッカーでもフットサルに通じるような
そこがこう、ここでパチッと切れることなく両方行き来できるような選手を育成したいと思って、そういう風になってくると思います。もちろん、指導者になった時に、もうほとんどフットサルのことしかほとんどやってきてなかったから、けどやっぱり実際指導者で見てる時に、やっぱ足元だけじゃダメだな、やっぱスペースに蹴って走ることをもっとガンガンいかないと、だけどその足元のプレッシャー速い中で、足元のコントロールがしっかりしてなかったらすぐボールを失うっていうのは間違いないと思うから、両方絶対必要だと思う。まあ、子供もそうですけど、保護者の方もなんかこうサッカーで悩んでるとか、いやうちの子供どういう風にしたらいいんだろうとか、子供も選手もいやどうやって伸び悩みしてどういう風にしたら解決できるのかというのがあれば、僕たちにぜひお知らせしてもらって、まあ、本当にレジェンドの方が集まってくれたので、解決できると思うので、ぜひ何でもいいのでぜひお知らせをしてください。お待ちしてます。ありがとうございました。